こんにちは、コメソです。今回は左上のメガライトニング宝箱が開封できますので、そちらの方開封していきたいと思います。で、ほんで、まあこれでマルチ一戦かなしていきたいと思います。ってことでいきましょう。これとりあえず下は受け取らなきゃいけないかな。ここの下全部受け取れば、溜まると思うので受け取っていきましょう。カードがファイチョスペッカ、そしてオープン。出るかな出るかな。確定ではないんだよね。いきましょう。ポチッ。 OK、 ゴールド。まずゴールドね。あともうちょいで20万貯まるね。いいね。いきます。ナイト。 OK、 アーチャー、アイススピード、ミラルシンやったミナシン。大丈夫。オッケー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 。29枚。いきます。さてさて、スケラーか。これは変えよう。レアカード170枚ってめちゃくちゃ美味しいな。まずスケラー変えます。なるほど、これストップでいいかな。うん、まあ、ディガーとランバー、違う違う違う、トリトンかな、あげたいけど、とりあえず、まあ、あと1枚で11になるから、これはメガライトは集めておいていいですね。これで終わりにしましょう。で、墓石かな。ここをね、5にしたい気持ちある。OK。ハンターミナシンか。一回ミナシン、アウトロー OK で、ハンター、ボーラー、ボーラーもう一回、ねネクロ、ネクロか。なるほど、ネクロは修正が入るとかだったと思うんで取っとこう。ってことでアイスピードアーチャーか。アイスピードガーゴイルでスロー。見てください、ウルトラレアキング宝箱来ました。ちょっとね、画面がね止まっちゃったりしてて、画面こう一応止めながらいじりながらこうやってたら、パッて見たらおおみたいな感じで、ウルトラレアキング宝箱ありがとうございます。ってことでマルチ1回だけ行きましょう。今日は画面がめちゃくちゃ止まりますので、そこだけちょっと注意しながら行っていきたいかな。お、お願いします。日本人の方ですね、一応ひらがななので。この手札はね、自分から動きたくないんだよね。インドラから切りますか。うわー効いてる。そうか、ファイボは打ちたくないから、オグファルチェとかかな。今打っていいね。なるほど、一発入るな。痛いなそれ。いた。こうしときます。なんだろう。よしよしよし、今ザップ我慢したのいいね。ウッド使いました。これこっちでこういきたい。オーブンか。あ、
オッケー、あーオッケーオッケー、いったやつぶしたね。オッケー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 。でファルチェのとこ突進してもいいね。いや釣るか、でここはちょっともう防衛任せて、あ引いてくれちゃう。ジャンプだけしてくれればいいんだけど。オッケー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 、大丈夫大丈夫、一発いてんだって、一発いて、いい、なかなか死なないんだけど。待ってこれはダメだ、ちょっと待って負ける、これ負けるねかも。5 4 3 2 1、負けたこれ勝ちそうだったよね。ちょっとね言い訳すると、あエラー起きそうだな、大丈夫かなっていうのを気にしすぎてたっていうのは言い訳ですね。はい、ってことでどんな感じだった。でも今勝てそうだったな、ちょっとレベル差はあるけど勝つそうでしたね。あのさすがにエリババ13はやばすぎたね、さすがにやばすぎたね。はい、ってことで今回はメガライトニングか、宝箱を開封しまして、次にウルトラレアキング宝、これ楽しみだね、めちゃくちゃ楽しみなので、こちらももちろんね動画にしたいと思いますので、で今シーズンまだ1週間以上はね全然ありますので、トロフィー5300いきたいんだけどね。はい、頑張っていきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。バイバイ。では金の宝箱開けて終わりにしましょう。金はね2回あるかな、ウルトラレア、カモン、あーってなるよね。はい、ありがとうございます。